車で運んだ荷物。皆川さん、これまでに車で運んだ中で一番大きいものって何でした？大きいもの、私の中では走るので、普段履いてるタイヤとはまた別の新品の、もうほんとサーキット専用のタイヤをこう履き替えるわけですよ。靴履き替えるみたいな感じで、でそれをこう4本自分の車に、入んないんだって、その大きい車じゃないから。一番後ろまで助手席下げて、でこう寝かして、なんとかこう斜めにしてようやく入ってさ、横見たらタイヤよ、後ろ見てもバックミラーにタイヤよ。もうまるで自分がタイヤだね。誰が運転してんだろうみたいなね。そんな思い出ありますね。確かに、そうか。宮崎さんはどうですか？私はあんまり思い浮かばなくて、大変だったものとか、運びにくかったものとかも、はい、ただなんかこう神経使ったのは、はい、私ね、大型犬を飼ってたことがあって、私が運転してる時じゃなかったんです、母が運転してたんだけど、はい、やっぱりその犬を連れて長距離、名古屋まで行ったのよ。当時父が名古屋に単身赴任してたから、その時は犬のためにステーションワゴンにしてたのね、うち。へえ。で犬はどこに？ステーションワゴンの後ろのスペース全部犬。ああ、がこう大きい、うちシベリアンハスキー飼ってたから、小さい時で、ハスキーがそこにいて、私はこう後ろのに席、後部座席にいたんだけど、なんかこう運転してるわけじゃないけど、やっぱりこう揺れたりするとすっごく気になってだね、大丈夫、酔っちゃわないかなとか。犬って酔うんですか？犬超酔うよ。うちの犬は酔ったことないけど、犬酔うよ。酔うの犬って？だから休憩まめに取ったりとか。へえ。ただ人間が乗ってるよりよっぽどって、名古屋まで時間。
しをしていただきたい。そんな思いから全日本トラック協会では引っ越しのルールを守る事業者に引っ越し安心マークを交付しています。引っ越しは引っ越し安心マークの事業者で、安全安心な引っ越し運送を目指す引っ越し事業者の情報は全日本トラック協会のホームページで確認することができます。引っ越し事業者選びで悩んだらこの引っ越し安心マークが目印です。全日本事業用トラックの飲酒運転は今年度増加傾向にあります。トラック運送業界はライフラインを止めることなく日々事業を継続していますが、一部の心ないドライバーがひとたび飲酒運転事故を起こせば、販売しているスイーツです。アンテノールの原点はバタークリームのケーキが主流だった時代にオリジナル生クリームを開発した小さな洋菓子店。今もアンテノールの一番人気はふんわりしたスポンジケーキとまろやかな生クリームを組み合わせたショートケーキなんだそうです。いちごのクリームサンドはショートケーキのようにふんわりソフト、
クリームをサンドしています。5月上旬までの限定販売です。これまた限定、うん、いただきましょう。はい、なる、美味しい、ね、紅茶に合いそう、うん、いちごのクリームサンドはアンテノールの神戸阪急店、芦屋大丸店、須磨大丸店、阪神西宮店、尼崎阪神店、川西阪急店で購入できるほか、アンテノールのオンラインショップでお取り寄せもできます。今日は兵庫県のいちごのクリームサンドをご紹介しました。ここで緑ナンバーの全日本トラック協会からのお知らせです。国内物流の9割以上を担うトラックはドアツードアの利便性を生かし、私たちの暮らしと経済を物流面で支えています。また緊急災害時にも機動性の高いトラックは威力を発揮し、全国からトラックが集結して大量の支援物資を被災地へ運びます。トラック運送業界では今後も安定的に輸送力を確保し、安全で安心な輸送サービスの提供を目指して、非常時もまたいつもの日常も暮らしと経済のライフラインとして皆様の生活を支え続けます。緑ナンバーの全日本トラック協会からのお知らせでした。